今回紹介するのは地方消滅創生戦略編という本です。地方消滅を避け真の地方創生へ進むシナリオとは全国896自治体の消滅可能性を指摘し政治を動かした増田氏と GDP と雇用の7割を占めるローカル経済の可能性を明らかにした富山氏が語り合う地方消滅の増田さんとなぜローカル経済から日本はよみがえるのかの富山さんの対談第2章では富山さんの L 型大学提案に対して主に文系の大学教員を中心になされたさまざまな批判への反論をしている辛辣すぎて 大学の先生には見せられない。第3章では地方大学が地域創生に果たす役割について論じているが文系学部は当てにしておらず理系学部のことしか話していない以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします